ということで、どうも、そしてくんでございます。ドラゴンクエストモンスターズ続きやっていきたいと思うんですが、パーティーの方先に紹介していきたいと思います。大魔王、ウルノーガ。ウルノーガ確か11のボスなのかな？大魔王、ウルノーガ、キラーマジンガ、グランスライムは前回変わらず、そして、ヤミル、バルボロス。バルボロスも前回いたのかな？いなかった。わかんないけど。バルボロス。で、ちょっと一回みんな、改めて配合をして、ちょっと持ってるスキルとかも変わってます。が、まあその辺はね、おいおい、バトル中に、かな？うん。ちょっとね、これはマジで、リーズレットをルノーガにしたんですけど、ちょっと後悔するかもしれない。ちょっと後悔するかもしれないが、そんなことは関係ないんです。さあ、白のトラベライトを捧げて、行きましょう。覇王城の魔界上級。いや、マジでもう終わり見えてるよ。やだな。見えてほしくなかったな、終わり。ちょっと終わり見える前に、もう一、強いモンスターにしてみたい気もするし、まだね、4体配合。S ランクの4体配合をまだやったことがないので、ちょっとそれもしたいなぁとも思いながら、覇王城の魔界、覇王城の魔界上級ですね。やばい、ちょっと緊張まである。これ本当の本当に最後ですよ。多分。マジで多分知らんけど。そろそろ最後。ついに、やってまいりました。魔界の上級エリア。なんという、邪悪な気配でしょう。いや、ドキドキするね。あれがランディオル大帝のおわす覇王城か。とうとう。とうとうここまで来たんだな。あれ何、覇王城のデザインダサくない？ちょっとリオル大帝センスないんだな、あんまり。あの祠から聖なる力を感じます。あの祠、まずはあそこへ行ってみましょう。なんか直で城に行けなさそうな地形してるんですけど、どこにあれ赤ランプがついてる。あ、覇王城に、あ、ってことは結構狭いな。どこだ。あ、この裏か。あそこか。あそこまでとりあえず行かなきゃいけないんだ。じゃあ、ということで、まあ、いつも通り、聖なる力が、力を感じられる祠で、お会いしましょう。え？まさか。おって。拾ってもらったところか。チマたちに拾ってもらったところか、ここ。あ、でもそうだよね。一回、覇王城には来てるわけだもんね。ジンマー将軍と、チマに拾ってもらったところだ。これで、回復してもらって、こいつは、ただの人間じゃねえ。チマ、祠まで運ぶぞ。それで祠まで運んでもらったんだっけ？どうかなさいましたか？これはセットにしか見えてない。そしてセットはその状況を説明できる。お前ガキの頃にもここに来たのか。違うな、これセットの思い出か。因縁の場所ってわけだな。思い出だな、普通に。あ、こんなこともあったなぐらいの思い出だわ。ほこらほこら。さあ、ということでほこらの方着きましたね。
何があるんだろうな、祠に。チマたちとは再会したもんね。あと誰か再会するような人がいたのか。あ、ああ、ここ祠だったんだ。そいつは無理だ。これでね、足引きずりながら親父んとこ行くんだよね。この頃からジンマーたちは俺を待っててくれたんだろうな。そう思うとちょっと感動だね。お、待ってたのよジン、本物、あ、本物だ。驚いたか。先に来て、ランディオル大帝やこの魔界について調べておいたのだ。ジンマー、ランディオル大帝のいる覇王城は4つの結界の祠によって守られている。4つの結界の祠、それぞれ、うわー、暴将ディオロスの配下である。守護4程度、弱そう。もうすでに、つまり、まずはそいつらを倒しちゃいいってことだな。戦いに疲れたらここに戻ればいいなの。泉の力で傷を治せるなのよ。あれ、よし、ロザリーヒルの塔に帰らなくていいと。どの祠から行くかはお前に任せるぜ。あ、どの祠からでもいいんだ。スライムジェネラルのシルエットしか分かんなかったんだよな、正直。ここか、ここの、ここにピロリンってするとピロリンってなるのね。 OK、 ちょっと壺だけ割らしてくれ。さあ、ということで、着きました。一つ目の、祠ですね。祠か？四天王、四守護神が、いる、結界の祠南東ですね。お、いきなりスライムジェネラルだ。まあね、四つもあるということで、そんなギミックもなく。守護四帝。一人、暴膜をツインエッジ。暴膜をツインエッジ。なぜ異なる種族との間に三人の子を作ったか。異なる種族との間に三人の子。それは、より強い後継者を得るため。魔族以外の種族にも可能性を求めたのだ。だが、一番強かったのは魔族同士の子供である。我らが暴将ディオロス様だったわけだ。ディオロスが魔族同士でしょ。エルフと魔族のハーフがディノでしょ。で、人間とのハーフが俺なわけじゃん。もう一人いるのか、それとも日本語が難しかっただけかな。わかんないけど、まあ、やっていきますか。新しい我々の力を見せてやろうではないか。あれがないんですよ。なんだっけ、あの逆風が、逆風を今回切って他のやつ、なんだっけ、光ガードか、光ガードを入れて MP 消費を半減にしてるんですよね。消費 MP 半減プラス、まあ、賢さとか、その辺がちょこちょこっと上がるスキルを入れているのって、どうしよっかな。呪文ダメージ、グランドクロス一発目打っていいでしょう。普通、軽減、普通。まあまあまあ。あんまりね、めちゃくちゃな火力は求めてないから、ここはサミダレ切りで全体攻撃しつつ、ウルノーガがね、移りダメージ派なんだよね。実は。なので、望ましい雄たけびは無効か。シルバースパークって電気攻撃か。いつく波動よりは、絶対レードだよな。アギクロスは軽減、イオナズンも、マヒャド、
ルマドン。ドルマドンか。じゃあ、ウルノーガに、ツインエッジを攻撃してもらいつつ、してもらいつつ、キラーマジンガに全体攻撃をしてもらう形でいきますか。バイキルトで、A が上がって、サミダレ切り。入るね、結構。どんくらい入る？あー、まあ、そんなもんか。あ、ミラクルソードめんどくせえな。ドルマドン。400入るね。グランドクロス。あーまあ、105、60入る。十分でしょう。うわ、バイシオンめんどくせえ。スクルトか。バイシオンとスクルトがかかりましたと。まあ、もう一丁ギガブレイクでいいでしょう。あ、でも激減なんだ。でもまあ、激減。だからと言えと、スライム切りとか覚えてないからな。流星光属性でしょ。いや、閃光山で行くか。で、ギガクロスブレイクは全部激減。スライム切り、第一山どうなの？お、弱点じゃん。いいんじゃない？風烈山、通過。まあ、ここはドルマドンでいいかな。ツインエッジ攻撃してもらいつつ。インテでウルノーガの賢さ上げるか。インテ。まあ、単体攻撃の最大呪文なんで、そこそこには入ると思う。あー、入んね。ギガスラッシュ、いった、イオナズン、これ。うまいねー、ドルマドン。危なっ。フランスライム、相変わらず単体を覚えていない。キラーマジンガは第一山が結構入ったんで、第一山でいくか。で、ドルマドンで相変わらず攻撃してもらいながら、ベホイミで自分回復するのもありかな。ありか。ベホイミで自分回復、そんなに回復しないけどね。一旦応急処置で回復してもらって、第一山、OK、両脇倒せる。クーレツさん。クーレツさん188。あー、耐えなかった。耐えなかった。フランスライムにザオラル、買ってもらいつつ。第一弾が一番入るかな？この感じ。で、ドルマドン入れて、この辺も、まあ、特約層ぐらいだったら使ってっていいだろう。これで。第一弾、まだ死なないでしょ。はぁ、死んでもうたかな。経験値が。中ボスを経験値としか思ってない。違う、入らなかった。40乗せたかったんだけどな。まあ、ツインエッジぐらいね。声がカスカスだ。結界の人とか消えたよ。おお。あ、ちなみにね、覇王城はこんな感じで結界に守られてました。言うの忘れてたわ。で、その結界を解くために今、一歩ずつ回ってます。はい。現場からは以上です。さあ、ということで来ました。北東の、ほら。俺は守護四帝が一人。十魔皇ギガファング。十魔皇ギガファング。と言っても、覚えていなかろうが。え？幼い頃のお前というのは、いつもディオロス様の後ろをついて歩いてたもんだ。あ、そうなんだ。お前は特に兄によく懐いていた。生ずれば敵対するしかない定めだというのに。せっかくの再会だが、これが俺の使命。あ、こういう人もいるんだ。お前にはここで死んでもらうぞ。こういう
感じの人もいるんだね。まあまあそりゃいるか。10魔鋼ギガファングですね。まあここはいつも通りかな。何が効くかだけ確認しつつ、とりあえずバイキルドかけるより、うわ全部効かねえ、やることねえな。グランスライム一番ちょっと EP の、ね、MP か MP の消費が少ないやつで攻撃しつつ、アブ通り普通入るんだ。アブ、あ、でも獣斬りがあるじゃん。獣だよな、さすがに。で、ウルノーガ、マヒャド、マヒャドかー。だったら、物理攻撃いってもいいかもしれないね。ブレスダメージ。いやー、絶対レイドどうだろうなー。まあ、一回絶対レイド打ってみますか。で、バルボロスにはバイキルトをキラーマジンガン。これでいきましょう。これね、アッパースキル持ちが一番最初に、700!? ハートブレイクは無効だよな。まあでもいいか、普通にハートブレイクつか。スカウト、おい。お前が、月火波動を打っちゃったら、まあ、ウルノーがどうするんだよ。いや、まだ落ちないのか、てか。月火波動を打っちゃったよ、ウルノーが。何も起きないよ、そりゃ。俺もでもさすがにこの獣斬りで落ちるだろうと思ってるんだけど。なので結構適当に選びましたが。おぞましいよ、たけび。逆風まで行って、獣斬り。マヒャド。オーケー。最後の獣斬りあんまり入んなかったな。乱数か。しかし、上がる上がる。いやー。四天王二画目。落ちましたね。及ばなかったか。うわ、なんかこいつは普通に言いやつそうだったな。結界が一つ消えたようだ。じゃあ次の祠、サクッと迎えますか。サクッとね。最後ではないのか。三人目か。二、三体。私は、守護四帝が一人。幻魔鋼キルローズ。キルローズ。あなたの母親、ミオレ様のこと、よく覚えているわ。お。ミオレ様は、もともとは人間界のお姫様。あ、そうなんだ。とてもお美しい。だからミオレ様って呼ばれてたんだ。プラスル、プラスルじゃない。プルスラ、プルスラから。よく微笑みかけてくれたものよ。その息子さんと戦うのは悲しいけど、なんかな。これも宿命というもの。みんな悪いやつじゃないんだよ、四魔鋼。みんな悪いやつじゃないからやりづらいんだよね。ちょっとまあ全力でやらせてもらいますけども、弾力でね。まあ弱点だよな、火炎斬り。弱点ではあるんだけど、もっと氷のいい技はないな。自然系だもんね。自然斬りとか覚えてないから、とりあえずキルローズに兜割りを入れつつ、ヨナズンは弱点か。ヨナズンって何だったっけ。爆発系か。爆発はないなあ。あ、氷は弱点にはならないのか。じゃあまあイオナズンで打ちますか。で、バイキルトをキラーマジンガに。これで上からバイキルトが入り、毒毒ボディ。めんどくせえな、毒毒ボディは。
ティアリーとかないもんな。攻撃マホトン呪文封じられたの痛くない？え、3回攻撃。ただ混乱は治ったからいいとしましょう。やれることがないね。やれることがない。とりあえずリスンって。先にキルローズを落とすあれでいくか。ただ、一体倒せたんなら、いけるんじゃないのっつう話。オッケー！あとは、ブラックベジターを、いたぶり殺すだけ。マホトーンは全員かかるが、もう、だよね。ブラックベジターぐらい問題ないっすよ。OK、これでこの戦いの傷もなかったことになると。ああ、申し訳ありません。してなんかな、全員根が悪いやつじゃないから、やりづらいんだよな、普通に。さあ、残す結界はあと一つ。最後ドラゴンっぽかったやつだよな。逆風ないんだよな。さあ、やってまいりました。守護者が一人、最後の守護四帝。我は守護四帝が一人、龍魔皇ドラゴニカ。ドラゴニカは初めましてなんな。の第三王子リュノにはもう終わったか。ウライボーなんだ。あいつの母親は謎が多い。特殊な力を持つエルフだったそうだが、あれ今どこにいるのか全くの不明だ。もしかしてさ、そのような不穏分子は早めに消すに限る。勇者級だっけ。お前のようにな。あそこの魔界になってる人ってリノのお母さん切ない。消息不明って生きててほしいけどな、できれば。ということでドラゴニカ戦やっていきましょい。まあ基本の行動は変わらないかな。マヒアドが効くのかな。効かないのか。まずバギークロスも普通か。稲妻斬りは軽減だよな、ぽいもんな。何が入るとかではないっぽいのって、シンプルス空裂山ぐらい打ってきますか。でバイキルトをガマジンガニ、オッケー。バイキルトかかって、お早いな足。うわー、やっぱそうだよな。ここでな、逆風があったらめちゃくちゃ熱かったんですけど、まあ逆風ないのでドラゴン斬りもほぼ満タン入るし、どうしようかな。ベランスライムをインテで回復量上げますか。ドラゴン斬り900、もうすでに2000、じゃあ1000、ん ?2000 ちょっとぐらい入ってますね。いい、ベホマズンか。オーケー、いい回復量。ですよねー。565しか入んないんだ。なんか結構振り幅あるんだよ。その攻撃のダメージの振り幅が、大きい気がする。最近。おのれ、どうやって、そんな、強大な力。まあまあまあ、配合？スカウトと配合？これに限るよね。結界の一つが消えたようだ。これで全ての結界が消えたけど、お、これで全部の封印を解いたな。解きました。さあ、次はいよいよ覇王城だ。覇王城か。
あ、特に何のイベントもなく覇王城か。じゃあ、まあ、今日は、前回多分、エクサアリーナやりますわ、みたいな感じで終わったと思うんですけど、ちょっと、この次のパートに 0.5 として、入れときますわ。エクサアリーナの動画。やるの忘れてたんだよ、普通に。このパーティーで、ちょっと、エクサアリーナボコボコにする動画を、次週じゃねえか。明日になるのかな？明日、あげますんで、また見てやってください。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。